こんにちは。本日はアイハーブで購入できるスパイス系の商品を使って体も心もポカポカあったかくなる方法をお伝えいたします。1つ目がフロンティアのオーガニックのカレーパウダーです。入っているものはすべてオーガニックのスパイスです。コリアンダー、ターメリック、マスタード、クミン、フェヌグリーク、パプリカ、カイエン、カルダモン、ナツメグ、シナモン、クローブです。食塩などは入っていないです。中身の色はこういう感じです。普通にカレーを作るのはもちろんですが、野菜を煮てカレー味のポトフにしてもとても美味しいです。2つ目は同じくフロンティアのジンジャールート、生姜の根のパウダーです。中身の色はこういう感じです。お料理にも使えるし、飲み物に混ぜたりもします。こちらはタゾのオーガニックのチャイティーです。入っているものはすべてオーガニックのもので、ブラックティー、ジンジャー、シナモン、ブラックペッパー、カルダモン、クローブ、スターアニスです。ティーバッグを開けただけでスパイシーな香りがします。お湯を入れてみます。お茶が抽出できました。こんな感じです。味は個人的にはクローブを少し強く感じました。飲んだだけで体がポカポカしてきて美味しいです。もう一杯にはジンジャーパウダーを少し入れてみます。意外とダマにならずによく溶けます。生姜の味がガツンときます。生姜を入れてない方と生姜を入れた方、個人的には生姜を入れた方が美味しいかなと思いました。こちらはオーガニックのガーリックのパウダーです。中身はこういう感じのサラサラしたパウダーです。乾燥剤は特に入ってませんが、開けたままにしておいてもしけることはないようです。ただとにかくニンニクの香りが強くて、止めたくらいでは香りが部屋中に広がってしまうので、さらにこういう透明な密封したチャックの中に入れて保存するようにしています。このガーリックパウダーとアイハーブなどで購入した調味料でドレッシングを作ると美味しいです。ザローフォーミュラのオーガニックのアップルサイダービネガー、リンゴ酢です。お塩はセルティックシーソルトを使います。オリーブオイルはアイハーブで購入したものではないのですが、楽天で購入しているアーリーハーベストという搾りたてのオリーブジュースのようなオイルを使っています。オイルの色は少し緑色がかかっています。ポリフェノールが豊富なピクアルシュというオリーブの種類を使っているということで、これをリピート買いしています。それではドレッシングを作ってまいります。まず、胡椒を入れます。結構入れます。そして、お塩を入れます。
塩分はあまり入れすぎず。そしてここにガーリックパウダーを少し入れて混ぜます。さらにアップルサイダービネガーを加えます。量は適当です。あとは野菜を食べる直前にまずオリーブオイルをかけて野菜をコーティングしてから、このドレッシングをかけて、さらに混ぜ合わせて食べるととても美味しいです。本日もご覧いただきありがとうございました。